Fukuoka, Japan, May the 10th, 2017 at 20:47 p.m. Japan Standard Time, an adult male named Demi reports that he witnessed a V-shaped UFO with somewhat bright circular-shaped windows, a UFO which appeared from southwest direction to northeast direction and disappeared into the night sky without noise at all. It was a bright night with an almost full moon, and he never misjudged it as a UFO since he was a private pilot himself. Here is his report in Japanese.福岡在住のデミーさんから UFO の目撃報告が届いています。それをそのまま紹介させていただきます。広し林、浜松市、ジャパン。福岡県在住のデミーさんより UFO 目撃報告です。2017年5月10日の夜のことでした。掲示板の方に寄せてくださった報告をそのまま読ませていただきます。デミーより、2017年5月10日林博士様、いつも拝見しております。題名をこのように書きましたのは、林様が昔ご夫人と一緒に見た UFO を新聞に投稿して、見たものは見たとおっしゃっておられたブーメラン型の UFO を、私もつい1時間半ほど前に目撃したからです。日時、場所などを以下に記します。日時、2017年5月10日水曜日午後8時47分場所福岡県。目撃状況、本日は快晴で月が非常に明るい状況の中、南西から北東に向かって両翼に薄ぼんやりとした丸型のライトを数個点灯させ、音もなく直線飛行で視界から消えた。その間約6秒、月明かりでもっと翼の輪郭が見えても良さそうに思ったものの、暗闇の中で暗さの微妙な違いがおぼろげな輪郭にしか見えなかった。当方航空関係を定年で終えたばかりですし、自らも趣味で軽飛行機を操縦しておりましたので、飛行機と間違うことは決してないと自負できます。実際目撃の数分前に2機の定期便が南西方向に飛ぶのを眺めており、翼担当の緑と赤色をはっきりと視認していました。その数分後に当目撃となった次第です。余談、実は3日前の夜9時過ぎにも同じ状況に出くわしていたのですが、曇り空であったこと、ちょうど福岡空港を離陸した航空機が周辺を上昇飛行しており、エンジン音が少しうるさかったことなどから、奇妙な飛び方、つまり上昇しているように見えなかった
をしているにもかかわらず、あれは定期便だと自分に言い聞かせていました。本日は3日前のことを思い出しながら、上空を見つめていた最中に、偶然にも同じものを見た次第です。証拠はありようもなく、単なる目撃談になりますが、林様の何人かの参考になればと思いまして、まだ残る多少の興奮とともにお伝えした次第です。お読みくださいましてありがとうございました。デミーより。今ご覧いただいている画面は USA の The National UFO Reporting Center、 つまり国家 UFO 報告センターの最新の報告書です。ここでナショナル、つまり国家という文言をつけていますが、日本と違い外国ではこうした文言を、民間がですね、一般的に使用するということは禁止されていますので、ある程度といいますか、その中身は公的な機関と思われます。で、その報告書を皆さんに今ご覧いただいています。この報告書で重要なことは、写真などのいわゆる客観的な裏付けによる証拠は少ないものの、しかし一般の人たちが見たものは見たと声を上げ始めているという点です。そしてそうした一般の人たちが手書きであるにせよ、懸命にその報告を私たちに伝えようとしている点です。こうした懸命な報告を心ない人は、インチキだ、偽物だ、嘘だと言って簡単に片付けてしまいますが、本当にそれで良いかということになります。私林浩氏はこうした報告を見たり読んだりするたびに、その向こうにそれを目撃した人たちの懸命さを強く感じます。そしてその懸命さは現在の私の心に通ずるものです。福岡県在住のデミーさんについても同じことが言えます。1時間半前に見たということで、つまりその興奮がまだ冷めやらぬ時に私にこういう報告をしてくださいました。私も40年以上物を書いて仕事をしていきました。そういう経験から文を読めば、それが嘘か本物かぐらいは簡単に見分けがつきます。私はデミーさんの報告が本物であると判断しました。デミーさんはこう書いておられます。証拠はありようもなく、単なる目撃談になりますが、林様の何かの参考になればと思いまして、まだ残る多少の興奮とともにお伝えした次第です。と。この一文に私は深い感動を覚えました。というのも、私たち夫婦が今から40年近く前に夜中の散歩中に見たあの UFO 事件についても、やはり同じことが言えるからです。当時もまた私たちが UFO らしきものを見たといくら話しても、証拠がないから、あるいは飛行機の見間違いだというふうに簡単にあしらわれてしまいました。その時の無念さが今こうしてよみがえってくると同時に、デミーさんのその一文に私は深い感動を覚えたということになります。
飛行機か飛行機でないか、そんなことは簡単に見分けがつきますと同時に、私にとってはこの報告が嘘か本当か、そんなことは簡単に見分けがつきますということで、後の判断は皆さんにお任せしますが、最後に、まあ、UFO 問題はですね、アメリカ政府にとっては水爆以上の国家最高機密であるという証拠の文書が手に入りましたので報告します。デミンさん、どうも報告ありがとうございました。 Bye for now。Essay by Hiroshihayashi Hamamatsuri Japan. We saw it because we saw it. 林ひろしのエッセイより、2000年11月25日土曜日、中日新聞のコラムより、見たものは見た。巨大な UFO だ。幅が1、2キロはあった。しかも私と女房の2人でそれを見た。見たことには間違いないのだが、何しろ25年近くも前のことで、ひょっとしたらという迷いはあるが、その後何回となく女房と確かめ合ったが、いつも結論は同じ。間違いなくあれは UFO だった。その夜、私たちはいつものようにアパートの近くを散歩していた。時刻は真夜中の12時を過ぎていた。その時だ。何の気なしに空を見上げると、淡い橙色の丸いものが並んで飛んでいるのが分かった。私は最初、それをヨタカか何かの鳥が並んで飛んでいるのだと思った。そう思ってその数をゆっくりと数え始めた。後で聞くと女房も同じことをしていたというが、それを5、6個まで数えたとき、私は背筋が凍りつくのを覚えた。その丸いものを囲むように夜空より
さらに黒いくの字型の物体がそこに現れたからだ。私が豊かだと思ったのは、その物体の窓らしきものだった。ああ、と声を出すと、その物体は突然速度を上げ、反対の方向に音もなく飛び去っていった。翌日一番に浜松の航空自衛隊に電話をした。その物体が基地の方から飛んできたからだ。が、どの部署に電話をかけても、そういう報告はありません、と。もちろん私もそれが UFO とは思っていなかった。私の知っている UFO は、いわゆるアダムスキー型のもので、UFO にまさかそれほどまでに巨大なものがあるとは思ってもみなかった。が、このことを八尾純一氏、かっこ UFO 研究家に話すと、八尾氏は袋いっぱいの UFO の写真を届けてくれた。当時、私はアルバイトで日本テレビの 11PM という番組の企画を手伝っていた。八尾氏はその番組のディレクターをしていた。あのユリ・ゲラーを日本へ連れてきた人でもある。私と女房はその中の一枚の写真に釘付けになった。私たちが見たのと全く同じ形の UFO があったからだ。宇宙人がいるかいないかということになれば、私はいると思う。人間だけが宇宙の生物と考えるのは、人間だけが地球上の生物と考えるくらいおかしなことだ。そして、その宇宙人、かっこ、多分、そうなのだろうが、UFO に乗って地球へやってきてもおかしくはない。もし、あの夜見たものが目の錯覚だとか、飛行機の見間違いだとか言う人がいたら、私は、その人と戦う。戦っても意味がないが、戦う。私は嘘を書いてまでこのコラムを汚したくないし、第一、嘘ということになれば、私は女房の信頼を失うことになる。と、まあ、教育、コラムの中でとんでもないことを書いてしまった。この話をすると、君は教育評論家を名乗っているのだから、そういう話はしない方がよい。君の資質が疑われるという人もいる。しかし、私はそういうふうに枠で判断されるのが好きではない。文を書くといっても、教育評論だけではない。小説もエッセイも実用書も書く。ノンフィクションも得意な分野だ。東洋医学に関する本も3冊書いたし、宗教論に関する本も5冊書いた。うち4冊は中国語にも翻訳されている。そんなわけで、私はいつも教育という壁を越えた
教育論を考えている。例えばこの世界では UFO について語るのはタブーになっている。だからこそあえて私はそれについて書いてみた。Mr. Ricky Williams, on July the 31st, 2016, Japan time, wrote to me as follows. Okay, my wife and I also saw the same craft in Florida, USA, in August 2014. It flew silently over our heads at very low altitude. It was very large, bigger than anything I ever seen in the sky. It had very large lights, but they did not illuminate the ground below. The light did not appear to be even on the wings, four on one side and perhaps five on the other side. I have done much research and have uncovered sightings that are similar, dating back to the 1950s. To me, this is a proof that it was not human-made, although I did find a report and drawing from Northrop Grumman defense contractor who claims to be the designer of the V-shaped aircraft. A report which is obviously not a fact, since you have obviously seen it yourself way back in the 1970s. I wish I had answers, but all I'm left with is more questions. Also, it is important to note that the craft has the ability to cloak with a night sky as it appeared to almost be transparent between the lights. In this comment from Mr. Ricky Williams, what is the point is that it was a V-shaped UFO and it has got four or five lights on each side of the wing, and moreover, he mentioned that the craft he and his wife witnessed has the ability to cloak with the night sky as it appeared to almost be transparent between the lights. The UFO he described here in this comment was exactly the same one my wife and I sighted in the early 1970s. The UFO we sighted on that night came from nowhere and it disappeared to nowhere, being transparent into the night sky, mixing up with the darkness of the sky. It was a V-shaped UFO. Thank you very much, Mr. Ricky Williams, USA, for this report. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. In the midnight of a summertime in 1974 or 1975, around 1 o'clock, my wife and I went out for a walking just to enjoy fresh air. We were talking about a night hawk and were looking up into the dark sky when both of us noticed a dim orange and red light in the sky. It was so dim that we thought it was a night hawk flying over us. Upon a second look, we noticed some more identical lights.
The lights were circular in shape and aligned like the V-shaped boomerang. I could not see a solid object between the light at first. But when it came right above us, we could see a dark silhouette which is darker than a slightly dark blue night sky. It came just above us, gliding slowly from the west. When it was just over us, then it suddenly speeded up east and faded away. It did not go out of our sight, but faded away into the night sky. We watched the light for only about 10 or 15 seconds, which was enough to give us a shock, especially me. We ran back to my flat and kept ringing up the airbase nearby all night until I could at last contact a serviceman at 8:30 in the morning. We thought it was a kind of a new airplane from Russia or China, but we never thought it was an UFO. では画面を見ながら説明します。1974年か75年のある夏の暑い夜のことです。私とワイフは散歩に出かけました。で、ちょうどここに神社が見えますけども、この神社の裏手あたりで、その UFO を目撃しました。このあたりですね。で、UFO は正確に真西から真東、この絵で言えば左から右の方へ飛んでいきました。で、それについての記事をですね、2000年頃、中日新聞にコラムとして発表させていただきました。で、それをですね、ウェブサイトで紹介しましたら、大分県の日田市に住む H さんという方からですね、連絡が入りました。私も同じものを見た、ということなんですね。それでその数日後、私とワイフは日田市へ行ってきました。H さんはですね、日田市で、カモンという、割烹を経営なさっておられます。これがそのカモンです。で、H さんはですね、紅葉した絵とか模型を作って私たちを待っていてくださいました。私たちが見た UFO と全く同じものだったんですね。そして2014年に入って、今度はですね、カリフォルニア州のですね、フレスノというところで同じ UFO が目撃されました。ここがフレスノです。フレスノ高校の近くということですから、フレスノ高校を探してみました。2014年の2月28日のことです。詳しい記事はここに紹介されていますし、その内容はこの続くビデオの中で翻訳して皆さんにご覧いただけます。全く同じものがカリフォルニア州でも目撃されていたということになります。Bye for now.実はですね、V 字型、つまり、ブーメラン型の UFO っていうのは珍しくないようですね。世界中で目撃され、また写真にも撮られています。で、2012年にですね、日田市のカモンの H さんは、その時は一人で、この V 字型 UFO を目撃なさったんですけどもね、2013年、その翌年にですはですね、今度は家族全員で同じ UFO を目撃なさったそうです。ある日にですね、H さんから電話入りまして、今度は家族全員で見ましたってね、そんな連絡が私のところに入りました。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. We are not alone on the earth. They are there.On February 24, 2014, a multiple witness in Fresno, California, USA reported a black boomerang-shaped UFO with red light twice flew over their neighborhood. The reporting witness was outside in his backyard and he said the way the light appeared was a different configuration than I have ever seen on an airplane.So it was in my case when my wife and I witnessed a UFO flying over us at midnight over 40 years ago. But very often, flowing of time solves the mysteries we had. After 40 years now, a family in California witnessed a UFO which bears a very close resemblance with a UFO we saw over 40 years ago and another one on the moon. 時として
時の流れが過去の謎を解いてくれることがあります。40年以上も前に私たち夫婦が見たものと同じ UFO が2014年にカリフォルニアで目撃されています。さらに最近、同じものと考えて良い UFO が月面上で発見されています。断定はできませんが、否定することはもっと難しいと思われます。今日のビデオはそれについてのものです。今皆さんにご覧いただいているのが月面上の UFO らしきものですね。光が並んでいます。直角に並んでいます。中心に1個置いて左右に3個ずつ並んでいるのがわかります。で、これが何かということなんですけども、これと同じものがですね、と考えて良いものがカリフォルニアで目撃されたということです。これは目撃者が書いたスケッチです。中心に1個置いて左右に3個ずつ並んでいます。これは偶然の一致なんでしょうか。まあ、この右の絵は2014年で、まあ、左のこの写真もやはり去年あたり発見されたものです。で、カリフォルニアの UFO についての、まあ、記事を翻訳してみましたので、今日はじっくりとお読みください。なお、この目撃例にはですね、写真も動画もありません。しかし、この目撃した方がですね、この、まあ、報告書を通して、私たちに何かを懸命に訴えていらっしゃるわけですね。その懸命さを感じていただければ大変嬉しいです。
で、この写真がですね、2004年に NASA のスピリットがですね、火星探査機なんですけども、それが火星から送ってきた写真です。その写真の中にこんな奇妙なものが映り込んでいたというわけです。で、これを拡大してみますと、形、まあ、輪郭がですね、私が、まあ、見た UFO と大変よく似てると。まあ、右の方がね、角度がわかりませんから、で、これはカリフォルニアで現れた、やはり V 字型の UFO です。そしてこれはですね、オーストラリアのウルル、エアーズロックで、撮影された、やはり UFO ですね。まあ、鳥のようにも見えますがね。まあ、もう一枚、別の角度から撮ったのがありまして、まあ、このようなブーメラン型のものが映っていたと。で、これは日田市、大分県日田市のカモンさんがですね、書いてくださったスケッチです。で、カモンさんの裏のね、まあ、空き地があるんですけど、そこで、ご主人がこの UFO を目撃なさいました。2年前ですね。そして去年ですね、またカモンさんから電話がありましてですね、また同じものを見ました。家族と一緒に見ました。って言ってね、もう本当に嬉しそうに興奮して、電話をかけてきてくださいました。大変ラッキーな方だと思います。ということで、まあ、今日の結論ということになりますけども、まあ、月には確かに何かがあるということですね。左の上もですね、これはまあ、Google のマーキングの、まあ、エラーでないかという説もないわけでないんですよね。で、左の下も、まあ、フェイクじゃないかという説もないわけじゃないんですね。で、これは岩石じゃないかという説もないわけじゃないんですよね。まあ、いろいろなふうに考えられますけども、素直な目で見れば、そうではないんだけどな、というふうに私は思います。まあ、ベースに一番右のね、私とワイフが見た UFO があることは言うまでもありません。まあ、続くビデオはですね、月面上には何かがあるというビデオでかなり以前に作ったものです。どうかお楽しみください。Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. Strange objects on the moon. 月面上の謎の物体。UFO 問題の最大の壁は、あまりにも偽物やいたずらが多いというところにあります。
まあそうした写真や動画を見るたびにですね、頭の中で綱引きが始まります。イエスか、イエスでないのか、ノーか、ノーでないのか。で、今日は月面上の謎の物体を4つ集めてみました。どれも以前に私が検証したものばかりです。で、こうした、まあ、動画、写真を見てですね、皆さんはどのように判断なさるでしょうか。という意味でどうかお楽しみください。Thank you very much and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This is a story about a very strange object on the moon.The other day I found this very strange object, the color of which is really shining white. And this is the story about it. I swear hereby that this is true and not a fake. And you can see the pyramid or something like a pyramid-like object on the moon by itself. It's up to you in what way you think about this white object.It is here on the moon. Now watch very carefully. Here. And here we come. The latitude and longitude will be shown here, and you can see them by yourself. Anyway, I found this very strange white object a few days ago here.And I re-examined this place again, and I found this white object again. Here, you can find this. Or this is a sort of a square hole, could be, because the light comes up from the right down up to left top. So I ain't sure, because it is a sort of a pyramid or a hole into the ground.But I think it is a kind of a pyramid because, just I think so, original. This is the original photograph from the Google Earth, so you would know what it is. And I changed a little bit, sort of a color and a light, to know what it is clearly. But this is not a flat land.Flat land you see on the earth. It's got an apparently shape, shadow. Shape and shadow, yes. This is the original photograph from the Google Earth. The light comes up, as I told you, like this way, up to...left top. So, what is this? It's not too small, but not too large. But not, this is a third pyramid in Giza, and compares as a pyramid with a white object on the moon, just about half size of the pyramid number two. And I put lines on the earth onto the lines of the earth onto the moon, and this is Giza and Nazca, and on the way the white pyramid, or I think pyramid is here. The Eller is about 32.3 kilometers. So, how do you think about this Eller? Or it's not so meaningful to adapt sort of lines on the Earth onto the Moon. And I ask myself again, what this is, and what do you think of? What do you think this is?And in the following videos, I show you some very strange lines, and some people will say this is a sort of a waist thread or a waist linked, or
in the camera lens, but I don't think so because what do you think about these lines? Very strange lines you will see in the following video. Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This video is a sort of additional video to video number 585. And if you watch number 585, you can understand the mystery of the moon the more in Japanese.簡単にあの月の謎の物体について復習してみます。この辺りに、まあ、奇妙なものがあるんですけども、これはあのいろんな YouTube でもすでに取り上げられておりまして、私が発見したものではありません。しかしあのどういうふうにこの物体をですねあの見るかはかなり見方が違うと思いますよ、まあ、違っています。でこれ一つ の, あの UFO と見るか、あるいは二つの UFO と見るかなんですよね。で私やっぱりこれもう一回あの精査していましたけど、影があの今は情報ですかねから来てますから、あのクレーターの、ね、影の様子から分かるわけですけども、二つの機体というふうに、で影の部分をですね、あのいわゆるぼんやりしている部分ですね、それをあのいろいろ消しながら、そして立体といいますか形を浮かび上がらせてみました。でこれがその図なんですけども、こうしてあの影をですね消して、こまめに消していきますと、一つの物体が浮かんでくるわけで、白い部分は、まあ、何らかの形で光っているわけですね。ライトかもしれません、出ないかもしれません、ともかくもこういうふうにこういう物体が浮かび上がってきました。まあ、これをまあ何と見るかですけども、まあ、それは皆さんのご判断ですけども、こういったか、まさに UFO らしきものが2機こう駐機しているという感じですね。それから今、Google Earth ではあの地表面をですね立体的に見ることができるんですね。まあ、ちょっと回り道しますけども、この部分からずっとクレーターの方に向かって歩いてみます。ところが V 字型、幅が約1キロなんですね。1.1 キロから1キロの範囲で、でまあ、結構高い谷ですね。ですから深さは500メートルぐらいあるんじゃないでしょうか。そういったところです。で、これずっと、まあ、歩いていって、そしてクレーターのところまで来るわけですね。で、クレーターの中も覗くことができるんですね。私はあの地球外へこう視点を置くということを躊躇しておりました。というのはね、際限なくこう謎が広がってしまいますから、まさに宇宙が相手になりますからね。ですから、まあ、地球だけに留めるということを自分に決めてたんですけども、好きに視点を置いてみると楽しいですね。もうまたますますこう地球が小さく見えるというか、小さく見えるという意味は別にあの悪い意味でじゃなくてですね、もっと視野が広くなるという意味です。そしてこの辺りには奇妙なものがいっぱいあるんですね。まあ、これ地上で見たらね、人間が描いたのか描いてないのかという判断をまずしなくちゃいけませんけども、月の場合はまあ人間が描いたということはまずありえませんので、なんて言いますか、はい、ということで ここにもあるんですね。はい、でこの周りに円が見えますか、かすかに円が見えるんですけどね、 58.9m、かすかに円に囲まれています。これは不思議ですね。それからここには7のような数字も見えます。でこの幅も 51m、 何でしょうねこれは。しかしですね、これはこれも小さいマークだったかな、これもそうですね、何かしらこう人工的であるようでないようで、でこれはまあ皆さんは自然にできたもんだっていうふうにお考えになると思いますよ。 132.6m。 しかし次のを見るとですね、もうこれは完全に自然なものではないということが分かります。同じような書き方で書いてあるんですけども、まあ、見えてきましたか、薄く見えるでしょう。目を凝らしてみたらこれなんですね。これはもう自然のいわゆる造形部っていうかの範囲を超えてますね。でまあこれをですから、先ほどのこの記号も人間が書いて、人間というか自然がの造形物ではないというふうに解釈できるわけです。そして左の上の方に先ほど見せました UFO が見えますね。その横にはこう2本の直線が走ってるんです。でこの1本の直線がずっと伸びていくんですね。これまた不思議なところでしてね、不思議というか謎でしてね、
これ以上検証ができないものですから、でこれは画像と画像の縫合線かなと思ったんですけども、途中でぐにゃぐにゃ曲がってますからね、縫合線でもない、これ、途中で曲がってますでしょう、ですから縫合線でもないんですよね。でどん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 追っかけていきますと、それが途中でポツンと消えるんですね。こうした線が、そうだ、左の方にこれナスカの滑走路のようなぼんやりとした線ですけども見えますね。まさかナスカの線がこういうところなんて、こんなところに出てくるので、滑走路ね、ナスカの滑走路で、これでポツンと消えるんです。つまり月には謎が多いということですね。謎だらけですということで、地球外へ出ることをためらっていましたけども、実に楽しい世界だと思います。ということで今日は皆さんにその月を紹介しました。Thank you very much for watching. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Mystery of an UFO on the moon, or UFOs. Why can we see UFOs now? In Japanese, 月面上の UFO の謎。なぜ私たちは今 UFO を見ることができるのかという、謎ですね。それについて話したいと思います。経度緯度はここに示しておきましたので、皆さんも簡単にこの UFO を見ることができると思います。もちろんこの UFO は私が発見したものではありません。もうすでにもうあちこちで取り上げられて、ほぼ UFO と断定していい良い UFO だと思います。ここにそれがあるわけですね。これがですね、自然の造形物であるとかということであれば、そちらの方がむしろ無理だと思いますね。黒い物体、チタンカラーっていうんですね、にそのライティングもライトもついています。でこれが UFO だというふうに騒がれているものでありますけども、長さが146メートル、幅が33メートルですけども、これ1機と見るか2機と見るかですね、真上から見てますからね。見方によっては一気にも見えますが、影が真ん中に走ってますからね、周りのクレーターの光の方向と合わせて太陽光線の方向を見てくださいね。で影も下に映ってるんですよね。でこれが2機なのか1機なのかってことなんですけども、ぐるっと見ていただくと分かりますように、太陽は今左側から来てますね。で今太陽は左、ごめんなさい、今ちょっとクレーターの方を見落としました。ということで、これが UFO なんですね。私が言ってるわけじゃなくて、ほぼ UFO と断定していいという物体、であるわけです。で、これは UFO なんですけど、UFO なんですけど、って断定できないんですけどね、それはUFO でないということを断定する方が難しいというバランスの問題ですからね。これは UFO だと断定する。あるいはこれは UFO でないと断定する。そちらどちらのバランスの問題かということなんです。こうして真上から見た図なんで、これちょっと斜めっぽく見てますけど、私はこの写真の分析した方によってはですね、1機だという人もいますし、私はこれ2機だと思います。ぐるっと回ってみると分かりますね。で、それはそれで よろしいわけですけど、この周りがまた実に奇妙な地形なんですね。左の方に今お見せしました UFO が駐機しておりますね。で、この辺りは実に奇妙なものがいっぱいあるんですね。特にここに今日、ここでは穴を探してみました。ホールですね。で、その中の一つに今焦点を当てて近づいています。いっぱいこういった穴があるんですね。どんどん拡大してみます。ここにあるんですね。こうした中が黒くなっている穴があるわけです。これこういった穴がですね、ポツ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 とあるわけです。この幅が約9メートルあるわけですね。それで、穴もあると。それだけじゃなくて、この線を見ていただきたいんですけども、これが自然の造形物であるかどうかということになりますと、これもやっぱりその先ほど言いたバランスの問題ですね。自然の造形物ではないという説と、自然の造形物であるという説と、どちらがその、なんて言いますか、私たちの常識に、常識というか科学的な常識ですよ、近いかということなんです。この線を追っかけていますね。明らかに V 字型にきれいに掘られております。地殻変動でできたというふうにはちょっと見えませんね。もしあるならば地球上どこでも見られるわけですし、月の表面上あちこちにあるわけですよね。そしてこれが一つのクレーターに従って、クレーターの右側をかすめるように横切って、そしてまたどんどん続いていくんですね。
光の加減から見てこれは明らかにV 字型のクレーターです。山ではありません。ということでこれは何かということなんですけども、こうしたこの不思議な不思議なもんですけども、それをアメリカの皆さんもそう思ったんでしょうね。67、8キロありますけども、ここにアポロ15号が着陸してるんですね。やはり調べる必要があるというふうに考えたんじゃないでしょうか。がしかし本当の謎はこのことではありません。皆さん、今やですね、こうしたその UFO の存在というものをですね、私たちは Google Earth で簡単に見ることができるんですよね。少し前まではこういうことができなかったんです。ということは NASA がね、次々と、画像を処理して消してですね、私たちに見せないようにしてたんですけども、最近はそれがそうではないようになってきたというふうに私は思うんですね。すなわち彼らの基本的な方針が変わったのではないかというふうに思っています。つまりなぜ私たちが今こうしたものをこうして、ね、画像として見ることができるかということ自体が謎だということなんです。つまり、もう情報開示がすでにここまで、進んでいると言いますか、情報開示しようという方針に変更があったと私は思っております。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! In 1965, in mid-1965, I was loaned to the Lunar Orbiter Project at NASA on Langley Field. Dr. Colley was in charge of that project. They had problems with a piece of electronic equipment that was bottlenecking their production of photographs. I went to the facility, and when I walked into the facility, there were scientists from all over the world. I was stunned, actually, to see people at a NASA project from all over the world. It didn't make any sense to me initially. I was taken into the laboratory where the equipment was malfunctioning. I couldn't repair it in the dark. I asked to have it removed. A airman second class was in the dark room at that time. I was also an airman second class. I was interested in how the whole process functioned, how the data got from the lunar orbiter to the laboratory. I asked the young man if he'd describe the process to me. He did. About 30 minutes into the process, he said to me, in a very distressed way, by the way, we've discovered a base on the backside of the moon. And then he proceeded to put photographs down in front of me, and clearly in these photographs were structures, mushroom-shaped buildings, spherical buildings, and towers. And at that point, I was very concerned because I knew we were working in compartmentalized security. He had breached security, and I was actually frightened at that moment. And I did not question him any further. And a few moments later, someone did come into the room. I worked there for 3 more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. And I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth.今皆さんに、ある、なんて言いますか、科学者の暴露と言いますか、証言をお聞きいただきました。
1965年にですね、すでにこの科学者は同じものをですね、見ていたわけですね。で、今見ていただいたビデオは、第2回の中国の、月周回衛星が撮った写真とかビデオの、ビデオでした。で、それからもう49年、まあ、50年経ってるわけですね。で、50年経って、まあ、初めて、まあ、その当時の科学者が、実は私は同じものを見たという形で、ある研究会で発表したも、発表したわけであります。で、50年経ってって言いますか、50年前にはですね、逆に言いますと、反対に言いますと、すでに月に基地があるということは分かっていたわけであります。が、しかし、まあ、私たち、まあ、一般人はですね、全くそういうことを知らされることもなく、現在に至っているわけであります。そこで、まあ、今回ですね、このビデオを作ったんですけども、まあ、私はこのとこ、この、まあ、月の、これ、この写真の一部分は、かぐやがね、日本のかぐやが撮ってきた写真を貼り付けたものだそうですけども、そこにですね、テューブストーンさんという方が、林さんがね、以前、見たという UFO そっくりの形のものがあるということで、この形を、ここの場所を教えてくださいました。で、そこにはですね、確かに90度直角に曲がった点がこのように映っていたわけであります。で、まあ、これは何かということなんですけども、はい、ちょうど中央に点があって、そして左右に3つずつこう点がついてるんですね。で、まあ、いろんな形で見てみましたが、確かにくの字型あるいはブーメラン型の UFO のようにも見えるわけです。で、これは何かということなんですけども、まあ単純に考えてですね、自然の造形物がこのような、まあ、直角を作るということは、まあ、まず ありえないということは、まあ、全くありえないわけじゃないんでしょうけどもね、偶然にそういうものができることはしょっちゅうあるわけですけども、しかしこれは何かということなんですね。しかもその点がですね、左右に3つずつこうついている。もうこれは明らかに私はこの自然の造形物と考える方が無理があると。要するにこの検証できないものについてはバランスの問題なんですよね。いわゆるそれがそうであるかというそのバランスと、それがそうでないという、と言えるのか、それでないというものなのか、そのバランスの問題なんですね。で、これがまあ自然の造形物なのか、それともまあ明らかにこの人工的な造形物なのかということについては、それはバランスの中で考えるわけですね。で、私はこれは、自然にできたものではない。すなわち、まあ、それは 100% は言えませんよ。ただし、そのバランスがですね、80%、90% という確率で、まあ、自分の心の中でですね、これはもう自然の造形物だという判断を下しました。そして、これが自然の造形物でない。では何かということになってきますと、私が以前見た、その、UFO ですね。ワイフと二人で見た、UFO の形に似ているということで、私は、まあ、これが、その、これもバランスの問題なんですよね。確証はできませんから。そう、同じであると。あるいは同じでないという、そのバランスの中で、まあ、例えばそれが 80%、90% の方にですね、同じであるというふうにこのバランスが動いたときに、私は、これは、あの時に、あの夜に見た UFO である。あるいはそれに違いない。あるいは、そうであるって、まあ、断定はできませんがね、この世界では。で、そこで、まあ、これが岩であると。というふうに言って教えてくださった方がいらっしゃいましたので、で、もう一度そのあたりを検証してみました。で、いっぱいそういう点が確かに見つかるんですね。例えばこのクレーターのような中心をよく見てください。この真ん中の部分です。ここにもこの点点点点がついてるんですよね。で、これが岩であると。先ほど見たその直角に、まあ、並んでいる岩もです、点々もですね、岩であると。で、なぜこんなものが映ってるかってことなんですよね。で、岩なのかなと思ってみたり、そうでないのかな。確かにちょうどその、陰影部分の影の部分にこうできやすいというか、映ってるんですよね。で、これが岩であると。岩にしてはその、なんて言いますか、たくさんあるし、それになんて言いますか、大きさが均一なんですね、これ。ですから私またそこでバランスを働かせるわけですね。これは岩なのか岩でないのかということになってくると、どうも岩ではないんじゃないかという結論を出すわけであります。で、岩で、まあ、もちろん即それがね、 UFO であるとか、いわゆるオーバルのね、球形型の UFO であるという結論はそれは出せませんが、しかしこれはみんな月の裏側にあるんですよね。そしてこういうものが映り込んでるわけなんです。で、皆さんはどう判断なさるかですね。やっぱりこれ岩だと思われるなら岩でしょうし、岩でないって言うなら、それは岩でないでしょう。要するに多数決の問題、今度はなってくるわけですよね。これ岩でないって方が多ければ、やっぱり岩でないかもしれません。しかし、岩だ、
岩だと思う人が多ければこれ岩かもしれませんが、ともかくも、しかしこの辺りの様子から見てもより光っているような感じはしますよね。太陽の光線を反射しているだけでは、こういった光は出ない。で、もし出てるなら他の部分もそのような光が出るわけですしね。で、岩ならばこんな風に集まるだろうかという問題も出てくるんですよね。そうすると先ほど私が紹介しましたくの字型のね、あのチューブストーンさんが教えてくださったそのくの字型のあのなんていうか点点点点としたものがですね、果たして岩なのか岩でないのか何度もこう自分で反復するんですね。多分皆さんもそうだと思いますよ。岩なのか岩でないのかってね、これは難しい問題ですね。まあ本当にこうそば行ってみないとわからないと思うんですけども、あまあね、何でしょう、月ですからね、人工的なものであれば、すごくエイリアンという形に結びついていくわけであります。人間がまだここの、この地を踏み荒らしてはいないわけですからね。まあ、ちょっと明るさを変えてみてみるんですけどもね。もう一箇所、まあ、たくさんあるんですよ。とにかく無数にありすぎましてね、もう途中でもう、やめたっていうぐらい多いんですよ。もうあまりにも多すぎてね。それでこれがちょんちょんとこうなってますから、ややくぼみのところにこう入り込んでるってところも気になるんですね。これわかりますか？まあ少しこうなんかくぼみがほら並んでるのわかりますか？くぼみが中にちょん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 とあるないところもあるというわけですね。あたかもそのエイリアンの基地のような感じになってるわけです。ここなんかもそうですね。ちょん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 くぼちが並んでて、その中にちょんちょんと白いものがあるところとないところがあるっていう感じでありますね。で、これが雨粒のように見えると。まあ、皆さんは何だと思いますか？あるいは何でないと思いますか？まあ、何でないってのはおかしな話ですけどね。要するにこれが何かということなんです。これなんかはっきりしてますね。ちょっと明度を上げてみますと、白い点がはっきりと映ってきます。それで、細長いですね。ものによってはというか、部分によってはやや細長いで、丸いオーバーのもあるし、細長いのもあるということですね。こういうものがね、月の裏側にはもうある地点に集まってるんですけどね、全体にあるならわかるんですけども、ある地点にこういうものが集まってこういうふうにこう写真に写ってるわけであります。まあ、月の裏側ですから、まあ、先ほど見せました、ビデオでも分かるようにも何があってもおかしくないわけでして、エイリーの基地があるというのはもう今じゃ容姿ですね。もういろんなリーク写真といいますか、NASA から漏れ出た写真がですね、科学者が持って出て、そしてその暴露してるという写真がいっぱいありますから、まあ、フェイクもあるしね、もちろんいたずら、ホークスもあるかもしれませんけども、しかしまあ、それはね、こういった写真をね、毎日に何十枚も見てればね、大体見分けがつくんですよ。これ偽物か本物かっていうのはね。勘じゃなくて、なんていうかな、偽物は分かりますね。逆に言うと、偽物を作るのにこれだけのものを偽物で作ろうと思ったら大変な努力がいるだろうななんて逆にね思って、偽物じゃないんだろうなと思いますね。まあこの距離結構あるんですけどね、455メートルでしたかね。でここが 95.7 メートルですね。点々の距離もある。まあ、むしろこの不思議なのもクレーターなんですよ。この辺りにあるクレーターもですね、実にこう奇妙なお盆のような形をして浮かび上がってるんですね、これ。クレーターを上にポコンと浮かび上がってると、で、周りが溝が切ってあるんですね、これ。決して火山の噴火口のようにとか、あるいは隕石の跡になってるわけじゃなくて、丸い形を残して周りに溝ができてるってことなんです。普通のクレーターじゃないですね。クレーターならクレーターらしく下がへこんでるわけですから、真ん中中央部がへこんでるわけですから、これも周りをこの何て言いますか、ぐるーっとこう削ったというか、そんな感じで大地になってるんですね、これ大地というか。で特にこのクレーターというか、これこの大地はおかしなもんですね。この線が明らかにこう何て言いますかっていうか、また人工的というと言い過ぎかもしれませんけども、どうしてこんなものが自然にできるんだろうかということ、不思議ですね。まあ、皆さんじっくり見て判断してください。そして655で私がですね、見たものは見たというテーマで一本ビデオを作りました。でそれに対して、あなたの見たのは、それはその UFO というイエローもんじゃなくて、岩が太陽光線に当たって光ってるだけだよって教えてくださった方もいらっしゃったもんですから、こうしてもう一度自分で検証してみました。皆さんはどのように判断なさるでしょうか。これは皆さんの判断の問題になってきますからね。
私は何とも今の段階で言えません。私はこれは普通のものではないと、その程度にしか申し上げることはできません。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.